その晩、出張先での仕事を終えた私は一路東京に向けて車を走らせていました。言いがかりに近いクレームに対応した後だったので、かなりイライラしていたのを覚えています。今思えばそんな心の隙があの霊を呼び込んでしまった原因だったのかもしれません。出張から帰ってきた翌日から私の身に少しずつ異変が起こるようになりました。おひろみ、コーヒーもう一杯もらえる？何やってんの？え？私は自分に恐怖を感じていました。記憶が途切れ途切れになっていることに気づいたのです。私は自分が思っている以上に疲れているのだろうと考え、有給を使ってしばらく会社を休むことにしたのです。しかしそれでも私の気候はやみませんでした。あなた、ちょっと買い物に行ってくるわね。うん。
私は妻に強く説得され、ある霊媒師のもとを訪れました。その霊媒師によると、私には交通事故で死んだ少女の霊が乗り移っているというのです。その場で除霊をしてもらい、それ以来私が奇妙な行動をとることはなくなりました。しかし私には時々どうしても思い出すことのできない空白の時間が今でもあるのです。